無職転生第22話が放送されました。長い長い旅の果て、ついに一行はフィットアイ寮へたどり着くことができました。しかし、故郷の大地荒れ果て、残された人々の顔には絶望の色が浮かんでおり、いやなく現実を突きつけられる。長い旅がここに終わり、またここから新たな旅が始まる。 人生の岐路に立った者たちは大きな決断を下す。無職転生第22話夢を主張しましたので、ストーリー振り返りながら感想を話していきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、ということでね、だいぶ語り口調で入ってしまったんですけれども、いや、今回第22話は、ちょっとね、ルイ・シェルドに泣かされましたね。いや、あのシーンは最高でした。まあ、そこはね、もうちょっと後で来るんですけれども、冒頭はルディの夢から始まるんですよね。ルディの夢、そこには全てがね、詰まっているんですよね。 今まで出会った人々がみんな笑顔でそこに会いてっていうね、理想っていうのがその夢の中で描かれていくんですけれども、でもそれは理想のね、夢に過ぎないもので、現実っていうのは非常でオルステッドにね、胸を貫かれてその現実に戻されていくっていうね、もうオルステッドがルディの中でもうトラウマになっているっていう感じのね、悪夢を見せられたって感じでしたね。あの目が覚めて、そのルイジェルドさんと話をしていくんですよね。人神とは何だっていうね。ここの話をしていく中で、 前回ね人神とルディが話していく中でこのルイジェルドさんスペルド族にかけられた呪いの話っていうのがされていったんですけれども、まあ、それを。 ここでね、あの、ルイジェルドさんに伝えていくっていうくだりですね。いや、ここもなかなか良かったんですよね。うん。まあ、呪いと聞いてね、まあ、あの、ルイジェルドさん落ち込むんですよね。呪いっていうのは溶けないからこそ呪いって呼ばれているものでございまして。でも、この、その呪いっていうのは実はもう溶けかけているっていうね。まあ少々この呪いっていうのは、まあ、特殊なもので、まああの、時間経過で溶けていくっていうものでね、まあ、それを聞いた、まあ、ルイジェルドさんがね、もう泣いちゃうんですよね。ついね、 涙がこぼれていくっていうことでなんだろうこの自分がやってきたこの行動って っていうのは無駄じゃなかったんだっていうね。うん。長い長い一族の無念っていうのがついに晴らされると、亡くなっていった同胞の者たち、そして家族に顔向けができるっていうね、この男ルイジェルドが涙をね、見せてしまうっていうめちゃくちゃいいシーンでしたね。で、ここのルディがまた粋でよかったんですよね。ルイジェルドさん、本当のね、強い戦士は涙を流さない。そう言ってルディは顔を背けて、ルイジェルドの涙を見ないようにするっていうねな、なんて粋なことするんでしょうかね、ルディは。まあ、そんな困難があって 旅をしていっったたたたついいいいにににねねフィットアイローへたどりり着くこことになななました、まあ、そこはももう何もない大地になっていたんですよ、ね、いや、もうこれはもう絶望しかないっていう感じなんですけれどもね。いや、この後がまたよくって、このルディたちが、その、かつての故郷、いや、かつて自分が住んでいた家にね、あの愛が溢れていた家に行くんですけれども、そこもさらちになっているんですよね。さらちっていうか、ちょっとね、瓦礫みたいな家のね、その痕跡っていうのが残っている、 っていう感じだったんですけれども、まあ、そこでかつて自分たちが暮らしていた光景っていうのが目の前に蘇ってくるんですよね。過去と今がね、重ね合わされて映し出さ,されていくって演出にはちょっとうるっときましたね。これはさすがにきついなと思いました。まあ、そうしてですね、ついに別れの時が訪れる。 いや、ほん当、そういえばそうだったと。長く旅をしてきたから忘れていたけれども、ルイジェルドとの約束っていうのは、国王へ無事に届けるっていうことだったと。ルイジェルドは戦士として子供を守っていったんですけれども、もうここには子供がいないんですよね。ここには戦士しかいない。もう重りは必要ないだろうと。 こうやってね、去っていこうとするルイジェルドなんですけれども、ここの最後のね、別れの言葉っていうのがめちゃくちゃ良かったんですよね。ちょっとここでね、もう類戦崩壊っていう感じだったんですけれどもね。うん。ルディからしたら、ルイジェルドに助けられてばっかりで何も返せていないっていう感じだったんですけれども、ルイジェルドからしたらそれは違うことで、まあ、ルイジェルドはすごいね、ルディに感謝しているんですよね。ずっと絶望と倦怠の海に沈んでいたこの身っていうのをここまでね、連れてきてくれたと。あの戦争以降、一歩も前に 前へ進むことができなかった俺にその一歩を与えててくれたののはお前だルーデウスっていうこのセリフが最高にかっこよかったんですよね。っていうか、本当に胸に来る今までの、この長い長い旅の総決算みたいな感じで、すっごい染みるんですよね。そして、ルディがね、ルイジェルドに渡していた、このペンダントですね。ニグルド族のロクシーからもらったペンダント。それをね、ルイジェルドはルディに返そうとするんですよね。大切なものだからっていうことで。でも、ルディは、 大切なものだからこそ持っていてくださいっていうね。いや、これいいですよね。うん。大切なものだからこそ大切な人に持っていてもらいたいっていう。そうして最後ね、ルイジェルドは。 さっていくんですよね。この時のね、背中がなんて大きいことかっていうね。このアニメの絵的には小さく描かれているんですけれども、それがすごい何倍にも大きく見えるっていうね。やっぱそれっていうのが今までのこの積み重ねルイジルドさんとの交流っていうのがあったからこそ、このルイジルドっていう選手のね、姿っていうのは大きく胸に焼き付いているんだなっていうのを感じさせられましたね。最後の一言が最高なんですよね。また会おう。 そう、また会おうなんですよね。何も根性の別れっていうわけじゃないんですよね。そう、また会おう。またね、生きていれば、またいつか会えると、必ず。そういう意味でね、また会おうとね、一向に告げて、ルイジェルドさんは去ってゆく。 っていうね。いや、このシーンにはね、思わず涙っていう感じでございました。場面は変わりましてね、難民キャンプへ向かうルディとエリス。そこでついにね、ギレーヌと再会するんですよね。いやー、久しぶりに会えたギレーヌ、嬉しいって感じなんですけれどもね。まあ、ここで、その現実を突きつけられるわけなんですよね。ま、エリスはね、みんなをテントの外に出してね、一人静かに泣き始めるっていうね、やっぱ涙は見せない。 っていうね、ところがまた良かったですね。まあ、そうして少し時間が経って、まあ、夜になるんですけれども、ここで、まあ、ルディのこのところにですね、エリスがやってくるんですよね。で、ここで、まあいろいろなシーンが起こっていくんですけれども、なんつうのかな、うん、まあ、家族になろうよっていうね。うん。まあ家族みんなのね、死を告げられた、そのエリスが、今ね、家族が欲しいと、一番欲しいものは家族だって言われて、ちょっとルディも言葉を失っちゃうんですよね。 で、ま、あそこからはですね、ま、あいろいろとありまして、 ま、一緒に家族になっていくみたいな、え、くだりでございましたね。で、ここのシーンがすごい一連良くって、テントのね、ちょっと薄暗い中でやりとりが行われていくんですけれども、こうテントのね、この支柱をうまく使ったね、この絵作りっていうのがめっちゃ面白くてね、そのテントの支柱を中心にいろんな、その絵がね、展開されていくって面白い映像だなって思いましたね。で、まあ、そんなことがあって、まあ、翌朝ですね。もうここの翌朝がまた最悪なんですけれどもね、ルーティーのね、心の声で全部吹っ飛ばされる 全部台無しだよ、みたいなね。といった感じでね、もう人生で一番調子に乗っていたルディにですね、一気に絶望が降りかかっていくというところで、まあ、切り落とされた赤い紙、エリスからの手紙、これはまさかっていうところでね、まあ、私は旅に出ると、強くなってね、ルディの隣に立てるようになってから、また会いに来るっていうね、このエリスの信念っていうかね、覚悟がここで見え隠れしていたっていうところなんですけれどもね。 ルディ絶望ですね。僕はエリスに捨てられたのかってね。ちょっとすごい良くない方向に考え始めちゃって、自分が悪かったから自分のせいでエリスは自分を見限って行ってしまったのかと、僕を見捨てたのかと、このね、先日ルイジルさんがいなくなって、次の日にはエリスがいなくなって、もう一気にパーティーメンバー全員いなくなって一人ぼっちになっちゃったルディ。まあ、この世界に来てからの人生、二度目のね、ルーデウスという人生始まってから、本気の心の底から泣き始める。 っていうね。ここで、なんだろうな、ね。この泣き方っていうのがまたよくって、子供みたいにワンワン泣くんですよね。今までのルディじゃ、この考えられないような泣き方をここでするっていうことで、本当に心の底から、なんか、嘘偽りのないというか、本当に心の底の涙みたいなのがここで出てきたのかなっていう感じで、いや、なんか、この締め方、マジっていう感じの終わり方でしたね。っていうところで第22話、夢。 ということでね、そんな感じで、無職転生第22話だったんですけれども、いやーよかった。 まですね、特にルイジェルドさんのところはもう最高に良かったですね。まあ、そんな感じでね、この、ま、大陸に来てからの長い長い旅の終着点が、ここにて、量ということでね、旅の終わり、や、旅のまたね、新たな始まりっていうのがね、こっから描かれていくと思いますので、まだまだ無色転生始まったばかりっていう感じでございましたね。どうやら、次回で無色転生第23話を持って、 完結ということでね。てか最終回を迎えるということで。もう最終回なのっていうぐらい早かったですね。次回第23話目覚め一歩。それじゃまた。